ついに外の世界へたどり着いた魔法使い。周りは初めて見ることばかりで驚きに満ち溢れていました。こんな綺麗な世界で自分の魔法を使えたらなんて幸せなんだろうと心が躍ります。外の世界の人たちへ言います。魔法を使ってあなたたちの願いを叶えます。そして魔法使いが魔法を使おうとした時、人々がその場から逃げていきました。外の世界の人々にとって魔法は恐れられていた存在だったのです。無敗の三冠ウマ娘に向けて、ミホノブルボンがここ京都レース場に姿を現しました。ミホノブルボン、三冠ウマ娘誕生の瞬間を見せてくれ。三冠ウマ娘ですね。勝利を信じてるぞ。熱い声援が飛んでいますね。そうですね。菊花賞、ついにライスシャワーとミホノブルボンの対決の日がやってきた。ブルボンさん、ついてく、ついてく。それで、ついてって。ライスシャワーさん、随分と私をマークされているようですね。それでも、私は一着でゴールします。ヒュー、ライスも今日こそは負けません。うん、いい目をしている。頑張って。ライスさん、ファイトです。菊花賞、芝 3000m なら長距離が得意なライスさんにチャンスがあるよね。だけどあのブルボンさんが何も対策を練ってないわけがないよ。いや、ゴルジュはあれですね、いつも通りですね。ちょっとね、なんかつい見てしまったね。見てしまうよね。なあトレーナー、ライスにはなんて指示したんだ。ブルボンについていって追い抜く。って、それだけかよ。シンプル。あながち間違いじゃありませんわ、ライスさんのついていく力は本物ですから。ただ心配なのは、むしろブルボンさん本人よりも勝った時に周りの方々が。メジロマックイーンの言葉を遮るかのようにスタート前の大歓声がレース場に響き渡った。クラシックレース最後の栄誉をかけて菊花賞が今スタートです。淡々と勝負のタイミングを狙っています。三冠ウマ娘に向けて日本のブルボンは絶好の位置をキープ。それを追う形のライスシャワーは現在5番手でレースを進めています。ブルボンさん集中、ついてく、ついてく。坂を上り、ウマ娘たちが第3コーナーへと差し掛かります。間もなく勝負どころ、菊花賞も佳境を迎えます。おっと、ここで日本のブルボンが仕掛けた。三冠ウマ娘に向かって日本のブルボンが一気に先頭へと踊り出た。追いつきたい、もっと、もっと近くに。強い強いミホノブルボン、先頭のまま残り 200m。 しかしその後ろからライスシャワー、ライスシャワーが迫ってきた。やはり来ましたですが、想定内です。逃げるミホノブルボン、2馬身以上のリード。しかし外からライスシャワーが、ライスシャワーが猛烈と上がっていく。聞こえる、ブルボンさんの息遣い、それに鼓動。ブルボンさんの考えていることが手に取るようにわかる。すごい、離せない。足音が迫ってくる。これは追い上げるライスシャワー、2馬身、そして並んだ。このブルボンも捕らえた。勝ちたい。ブルボンさんに勝ちたい。学校を抜けた時だ。先頭は大スクワーです。坂も不正のミホノブルボンを本気。
勝ちましたね。あれ聞こえる？あ、聞こえた。あ、よかったよかった。うん。あれ、いつの間にゴールを。ライスシャワーさん。あ、ブルボンさん。敗北とはこのような気持ちなのですね。え？任務を遂行できず悔しいという気持ち。でもそれとは別の燃えるような気持ちも湧いてきています。ライスシャワーさん、このレースはあなたの勝ちです。ライスが勝てた？とてもいい走りでした。あなたに勝つためもっと強くなります。また私と走ってください、ライスシャワーさん。いい関係だ。ライス泣けちゃう、泣けちゃうね。ライス、本当に本当に勝てたんだ。そうだよ、おめでとう。やったよ、マックイーンさん、チームのみんな、トレーナーさん、よく頑張った。なんだと？ああ、無敗の三冠ウマ娘誕生の瞬間を見たかったのに。ああ、なるほどね。勝利に興奮し、周りの様子に気づくことが遅れたが、そうした声は一つや二つどころではなかった。これこそメジロマックイーンがスタート前に言おうとしていた。心配なのはむしろ多くの方々が期待した三冠ウマ娘誕生を阻むということ。そうね。レース場を包む異様な雰囲気の前では私たちの歓喜の声はあまりに小さすぎた。これはですね、史実を元にされているようですね。あ、そうなんだ。そうなんだよね。なるほどね。切ない。切ないよね。まあ、確かにね。でも、想像に難くない流れではあるな。そうなんだよね。なるほど。それでは、行きましょうか。行きましょう。いつもより長いウィニングライブ。ついに外の世界へたどり着いた魔法使い。周りは初めて見ることばかりで驚きに満ち溢れていました。こんな綺麗な世界で自分の魔法を使えたらなんて幸せなんだろうと心が躍ります。外の世界の人たちへ言います。魔法を使ってあなたたちの願いを叶えます。そして魔法使いが魔法を使おうとしたとき、人々がその場から逃げていきました。あらあら。外の世界の人々にとって魔法は恐れられていた存在だったのです。世界の常識が魔法によって変わることを人々はとても怖がっていました。魔法使いは言います。私、魔法でみんなを幸せにしたいんです。それを証明しようと魔法で空を飛んでみせました。ほら、これならどんなところまでも行けるよ。しかし人々はもっと怖がって魔法使いを避けるようになりました。外の世界で一人ぼっちになってしまった魔法使い、私の力は何のためにあるんだろう。
ともう一度悩んでしまいました。切ない。うーん、そう、菊花賞を制した後のウィーニングライブ、ミホノブルボンの三冠を阻止したライスシャワーへ世間は残酷な反応を示した。ミホノブルボンが勝つところを見に来たんだよ。グーパンで足りますか？足りない。ミホノブルボンのセンターが見たかったのにな。目つぶし必要ですね。いりますね。グー、チョキ、パー、一通り行きましょう。あ、パーも行きますか？了解です。じゃあ花面にパンっつって、はい、パンパン。周りから聞こえる声は勝者を称える声とは違うものだった。そんな、ライスさんが勝ったのに。仕方ねえな、ちょっと黙らせてくっか。よし、行ってやろうぜ。ねえ。今あの意見が一致してよかったよ。だね。まあ、行ってらっしゃいじゃなくて、よし行こうっつって。そうだね。立ち上がるとこまでは行ったわ。うん。おやめなさい。仕方ないですわ。ブルボンさんの参加を望んでいた方々は多いのですから。うん。でもよ。そんなこと言われましても。それよりも私たちがすべきことは、ライスさん、今日の走り最高でしたわよ。マックイーン、けなげ。マックイーン。もう好き。そうね。そうだったわ。そうでしたわよ。うん。ブーイングが飛び交う中、メズロマックイーンは精一杯の声でライスシャワーに声援を送る、うん、今の私たちにできることはチームシリウスのメンバーであるライスシャワーを誰よりも称えること。ライス、おめでとう。おめでとう。そう、ライスシャワーを称えた時、垂れ箱をつけたバルーンが飛び上がっていった。おいおい、なんだよありゃ、三冠おめでとうって書いてあんぞ。こら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 、なんだべそら。誰かが間違えて飛ばしたんだろう。空に向かって飛んでいくバルーンをステージにいるライスシャワーも気づいたはずだ。見るんじゃありません。ほんとほんと、か細く震えた声で歌うライスシャワー、ウィーニングライブはとても長く感じられた。ライス、悲しい。ライス、顔が暗いよ。ようやく掴んだ勝利なんだし。そうよそうよ。なんだ、またトレーナーのおごりで遊園地に連れてってもらおうぜ。よーし、もう今日はお財布が火を吹くぜ。行ってやろうぜ。行ってやろうぜ。今度こそ有名な遊園地に行きましょう。ディズニーランドかな。そうね、ディズニーランドだな。かな。あとはそうだな、今どこの遊園地があるのかがちょっとよくわかんないからいいや。ユニバーサルなやつじゃない。あ、そう。あれはそうか。あとなんかイベント確か読売ランドでやってたはず。あー、そうなんだ。馬娘との、そう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 。あ、そうなの？へー。確か、なんか多分、読売ランド行こっか。いいじゃん、読売ランド。結構楽しいよ。あ、そうなんだ。何があるのか知らないけど。みんな、ありがとう。でも、今日はもう疲れたから、先に帰るね。え、そう？飲み行こうぜ。あの、お酒は飲めないと思うけど。とりあえずご飯でも行かない？ね、あの焼肉食べ放題とかさ、あるよ。お、いいじゃんね。ねえ、今日はね、ジョジョ園とか行っちゃう？いいじゃん、行っちゃおうよ、ジョジョ園。ねえ、焼肉焼肉。いつもは、いつもあんあんなんだけど、ジョジョ園行くっつって。食べ放題だよ。ねえ、まあ、あんでいっかってなっちゃうけど。ノーあんあんで行こうよ。今日はジョジョ園行こう、ジョジョ園。ね、レッツゴージョジョ園。ジョジョ園以上がわからない。わ
わかんない。あと牛角ぐらいしかわかんない。あー下がったな多分。うん、上々へ、まあ、まあ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 。あれライスシャワーは誰にも目を合わせずうつむいたまま部屋を出ていった。追いかけたい。相当にへこんじまってるな。まあね、無敗の馬娘美穂のブルボンを破ったという功績は世間に受け入れてもらえなかった。この状況を予想してなかったわけではない。ただ会場を包む空気が、スケールが予想をはるかに超えていた。それはそうですわ。努力の果てにあのような仕打ちでは報われませんもの。そうだよね。ライスさんはこの状況を乗り越えなくてはいけません。勝者として期待を背負う者としての義務があるのですから。期待を背負う者としての義務、それが何を指しているのか今の自分には理解することができなかった。それから数日が過ぎ、マックイーンから遅れること1秒。今日はまた随分と話されたな。ごめんなさい。メジロマックイーンの怪我も治り、まだ本調子ではないもののトレーニングに復帰しているのだが、そんなメジロマックイーンにもついていけないほどライスシャワーは不調だった。あらあら、謝る必要なんかねえけどさ、マックイーンもようやく走れるようになってダイエットに必死なんだよ。そうだね、走った方がいいかもしれない。そうだね。ちょっと適当なことを言わないでくださいませ。私には天皇賞3連覇という大きな偉業がかかっていますの。休んでいた分もトレーニングしないと。まあそれもそうですわね。ライスさん、もう一度走りましょう。今の私であれば抜き去ることもできるはずです。頑張ってみる。しかしその後いくら走ってもライスシャワーがメジロマックイーンの前を走ることはなかった。その日の夜、トレーナーさん、失礼します。ようこそおいでなさいました。ウェルカム。ウェルカム。夜更けに突然やってきたメジロマックイーン、その表情はいつもより固く見えた。どうかした？ええ、天皇賞のことでお願いがあってまいりました。いつになく真剣な面持ちのメジロマックイーン。普段は賑やかなトレーナー室が静寂で包まれる。私の3連覇がかかった春の天皇賞、ライスさんもそのレースに出走させてください。本当に？チャレンジャーやな。なかなかびっくりの提案ね。うん、気になるね。だね。